届けいけませんでした。ヘロー、誰かドライバー持ってませんか？ちっちゃいやつ壊れた、あの配信用のメガネ、ブルーライトカット、死んだ。ナイトさん、ヘロー、何？これだよ、これ。これこれこれ。何が？今日やる言ってた。この人がチャンネルを新しくして。ああ。今日今やってんの？もうそろそろ。嘘。なんだ、びっくりした。ラミタンどうも。金曜日のおはよう。おはよう。今日もやるのやめた。そう、すごいよね。職権だよね、マジ。マスターさん、こんばんじゃ。リリーベライブ最高です。マスターさん、いたの？全然、なんか今日はあれです。何ですか、なんだろう、リリーベって結構なんかね、あれできないから。高木さん、こんばんじゃ。こんばんじゃ。明日京都で会おうな。おお、会いませう、会いませう、会いませう。ショートさん、初見です。ありがとうございます。島田玲奈です。よろしくお願いします。金曜日の女になりました。明日ライブ行くの？どこの？都内のライブ？メイさんに会いに行く。リリーブお疲れ様でした。ありがとう。リリーブ参戦しようと思ったのですが、仕事帰りに渋滞にはまり行けなかった。お疲れ、来ようと思ってくれてありがとう。今日はリリースイベントでした。空の色シネマグラフの M カードの発売記念リリースイベントです。今日もポップ衣装だった。新しい衣装、ポップ衣装だったよ。オレンジ着たよ。神田明神ホールから白金玉かなは、おお、いいじゃん、楽しんできて。多分いっぱいメイさん見れるから楽しんできてね。金曜日の女になったので今日は47ルーム、来週は公式ルーム配信する。公式ルームか47で一緒のジュリちゃんとののかちゃんが配信するから、このあとね。ピースオンス、ピースヤッホー。メイさんしかいない、いいじゃん。メイさん 見れるだけでもいいよ。推しに会えるのはいいことよ。今日さ、なんだっけ、あの再販したかじるバターアイス食べた。やっと食べられたの。インスト。インストだった。次は21日不定期定期に参戦予定です。お、お待ちしております。ソロ枠もあるからね。マッサさんって誰のファン？アイリか。アイリ今いるよ。アイリ今ね、あれだよ、借金ネタから来てくれ。ああ、そうだそうだそうだ、つもりさんのファンの方だ。アイリ今アイス食べてる。レシズルスーパーカップバナナ味食べばい。バーチョコチップ味です。スーパーカップって1個食べるのきつくない？きつい。きついよね。家で食べるときもいつも半分半分とかにしちゃう。3分の1でちょうどいいぐらい。どんなに多いんだろう。箱で売ってる方がちょうどいいよ、スーパーカップ。こんぐらいの。あ、そんなんすか？うん。ちっちゃい。あ、そういうこと？そう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 。たこ焼きこんばんじゃ。リリーベお疲れ。ありがとう。あいちゃん2日連続牛丼です。昨日食べたことを忘れて今日も牛丼を食べてます。やばいです。やべえよ、やべえよ。明日も牛丼だから。マジあるかわかんないよ、牛丼屋さん。明日9時には起きたい、頑張って。
ゆきりちゃん、やっほー、あいりちゃんそっか、そうだそうだ、あのその話したわな、あのこの、じゃあマサさんが来た時にあいりとその話したよね。嘘で、渋谷してストリームホールの時、アイリとしたのかマッサさんとしたのかちょっと分かんないけど、ハッピーで明日、なんで明日何日、18、明日ハッピーでなの、明日は牛丼、明日は分からん。島田さんはコンビニ飯、あ、挟んでて携帯ケースに、島田さん、島田さんと一緒してね。ラプターさんこんばんざい、今日も楽しかった、楽しそうで何よりでしたいや島田さん話してないからだって分かんないよ。今日8のつく日はハッピーデーか、10がつく日はポイント、なんだっけ、20日30日は 5% オフだ、イオン、イオンのね15時ぐらいに流れるね、なんだっけ、クリーンタイムが好きなの、チャ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 って流れ始めたらクリーンタイムだから、みんな掃除ってことですか、そうそうそう、1時だっけな、3時だっけな、忘れちゃったの、まあそうですよねそう、たこ焼き、うわいいね、たこ焼きいいな、食べたい、たこ焼き屋さんのたこ焼きと餃子屋さんの餃子が食べたい。島屋さんのソロパート回収できたので大満足、シネマグラフ今日も歌いました、島、あ、さやちん、そうだ、21日島田さんソロないんだよね、ソロ枠ないから、なんだっけ、バンザイジャパンの枠でライブに出る、しょうちゃんはソロ枠があるで、ワンチャンっていうか島田さんは21日の下北沢シャングリラの対バンライブに出てから不定期定期公演に行く、たこ焼き焼きまくってる、最近焼き場の女、焼き場の女ってちょっとやばいね、怖そう、怖いなちょっと「ストリームホール」って地下鉄の駅から直結してるところかな、多分、最近はそこと紅白ライブ見に行きました、紅白ライブ、あ、レニーの、じゃあその前のライブかも、マスさんが来た時のストリームホール、いつだっけな、アイドルライブジャパン一回そこでやったっけ、やってないか、もう覚えてないな、記憶が曖昧すぎて、いつの記憶だかちょっとわからないけど、久しぶりに音源聞いた、110人ありがとうございます。明日からまたあの都内と遠征組のライブが3日間あります、18、19、20日、遠征のライブは3日間で7つライブがあるみたいみたいです、多分都内もいっぱいライブがあるから、どちらも楽しみにしていて、今日はラーメンできない大学生と一緒だったから、ラーメン担当、もう何でもできるね、
姉妹さんがチキの受付してくれた時かな。あ、それはね、あれレニーじゃないかな。多分その前のやつ、姉妹さんが受付したかな。今度姉妹さんの初チキお願いします。なんかさ、みんな結構なんか何メンバー初チキ一周するじゃん大体。この前本当に最後に来てくれた人がいた。メンバー回って島田さんが一番最後ですみたいな人。面白かったよ。山井さんお疲れ様でした。雨降らん、それな、マジでそう思う。バチバチに雨女なんだけど島田さん、雨降らなかった、土砂降りなかった、全然すごいね、みんなのパワーだ。来てくれた人のパワーのおかげでもあるよ、きっと。赤とさ紫降ってたよね、山井さん。カナとマイカなのかな、わかんないけど。今日はサンラータンメン、サンラータンメン一回食べたことあるよ。なんかなんだっけ、流行ったぐらい。サンラータンメン、何スーラー、うん、スーラーとサンラーは一緒。スーパー晴れ女コマさんがパワー送ってたから降らなかった、そうかもしれん。コマさんマジ強い。すごいよね、びっくりするぐらい晴れ女。みんな音源聞いた？シネマグラフと空の色聞きましたか？聞いてくれましたか？ M カードを購入してくださった皆さん、ネットで購入していただいた皆さんはですね、送られてくるのをちょっと首を長くして待ってくれていたら嬉しいなと思います。ぜひネットでもう購入してください。次のリリースイベントは名古屋と大阪の遠征先でのリリースイベント括弧対バンみたいな感じです。シネマグラフ無限再生中。ラピュターさんはシネマグラフ派か。あんかけ風とかあんの、そんな。だいたいあんかけっぽいやつじゃないのかな、違うのか。聞きまくってるけど複雑な気分になる、複雑な気分。まあでもなんだろうな、時間が経てばもしかしてあんなこともあったなみたいなことになるかもしれないから、まあ今の気持ちいいということで。このまま京都行くんか。京都行くよ、明日京都だよ。明日は京都2本、明後日は京都1本、名古屋2本の計3本、明後日に20日は名古屋の2本です。あ、トムこんばんは。トムさんこんばんは。アイリちゃんは牛丼を食べてます。牛丼、何牛丼か当てたらマジトムさんはすごいと思う。すごい、それはさすがにね、びっくり。怖いになっちゃう。スーラーだったりサンラーだって同じようなラーメン毎年やってるけど、同じだよねきっとね。スーラータンメンとサンラータンメン。吉野家ブブー、そっからか。あ、でもこれみーちゃんだから違う。アイリーちゃんが、何牛丼を食べているか。新幹線遅れたの悪い。あ、アーク先生新幹線で来るん。わ、すごい、トムさんとさ、タダトラさんがキムチ牛丼っつってる。残念。アイリーちゃんに今度レトルト牛丼の差し入れした方がいいかなってマサさん言ってるよ。
え、でもさ、吉野家のレトルトあるよね、牛丼の。うん、吉野家のうまい。美味しいんだ。美味しい。何も美味しくなかった。新幹線遅れんのかな、台風か。そっか。でもまあ、あの新なんだっけ、台風にタイマン張りに行くじゃん、うちら今から京都に。チーズ牛丼ブブー、トラトラさんブブー、アイリがいる、アイリチアンがいるよ。おろし牛丼がじゃあ、わかんないなこれ。台風の風子に会いに行くから。アイリー明日何、明日はって聞かれてるけど何、なんかあんの、明日もいるよね別に。3日間いるよアイリー遠征に。明太高、ん？高菜明太牛丼。それ昨日？エビだね、あれ？昨日だっけ？昨日何？あれ昨日じゃないっけ？それ。明太じゃないか。高菜ま、マヨ、マヨネーズ。高菜明太？覚えてない。高菜明太は昨日の愛理ちゃん。っていうか他に何の種類あったっけ。うな牛が好き。あ、分かるよ、分かる分かる。そうだ、アイリも遠征組だよ、ちゃんと見て。やった、ニアピンって言ってるマスターさんが喜んでる、かわいい、かわいいね。でも今日のやつだよ、今日は違う。カレー牛丼ブブー、牛丼は俺が作るってともか言ってる。そうなんだよ、え、ツイッターに載ってんの、じゃあ全然見てないな、トムさんのツイッターフォローしてるっけ、してるか、あれしてないかな、してるかな。もうさ、なんかたまになんかフォロー してない人とかいるの、喋ってるけどフォローされてなかったりとかするから、流れてきますもんね。そうそうそう、え、めっちゃ流れてくるさ、何ガード緩くなったよねツイッター、うん、1個いいねだけどな。そうだよね、バンデージャパン夕食難民になってない、なってないよ、大丈夫、食べてるちゃんと。島さんもこの後食べる、なんなら個人ルームためながら配信するね、汚いけどごめんね、時間がないから。明日チェキ取る子いる、葵と取ったら、葵とメイさんと葵と取ったらいい。ネギ玉牛丼ブブー、あれ違うね、違う違う違う、アレンジうどんならごちそうしたいってマスターさんが言ってる、アレンジうどん、あ、でマスターさんもうまい料理いろいろアレンジしてる。何？アイリのファンってそういう人多いの？確かにラオもうまいし、すごいね、すごい。松屋で働いていたので、すき家みたいなバラエティ豊かな牛丼の種類はよく分かんない、なんですき家って分かったの。アック先生強、松屋か、あ、でもほらアイリも松屋のさ、なんか言ってたよね、食べたいって、あ、豚丼だ、あ、豚丼美味しい、信玄餅牛丼ブブー、美味しくなさそう。さすがに。松屋で働いてた。え、松屋、ちょっとアク先生に言うけど、あの松屋の定食油っぽくないですか？店舗によ よるのかな、わかんない。その人の調理方法。わさび山かけ牛丼ブブ。いいね。お風呂入っちゃうか。いいよ、入ってきて。
囲みしても島田さんっぽい。島田さん囲みするん。でもそれはあのパンダちゃんが決めた方がいいよ。パンダちゃんのことだから。松屋はカルビダブル。カルビダブル何ダブルって量がダブル。期間限定じゃないよ。全然あるある。パルタヤッホー。メガネ壊れたんよ。持ってきたのに壊れた。見せてやるか。見せてやるぜ。このね、ここが取れちゃって、なんかこのねちっちゃいネジみたいなのを刺さなきゃいけないんだけど、でこれ衛生来る人さ直せる直せる人いますかね。なこれないと目死んじゃうんだけど、配信中困る。これどうにかなる？なんかさ容器から出したらこんなになってて、これをね刺せばいいんだろうけど、なんかネジみたいなのが取れちゃったからさ。ネジなんだよね。カツオ節オクラ。誰が？トム。正解。長かったな。大学の時にバイトしてただけだから、ワイに言われてもそれどうにもな。そうなんだよね。島田さん合成はできないよ。メガネ用の小さいドライバーで、あマジ？あのブルーライトカット用のメガネなの。あのゾフで買ったやつ。やった当たったから結婚しよう。ダメです。確かに松屋の定食用の肉は脂身が多い。あ、だからだからなのかな。ね、メガネ屋さん行く暇ない。遠征中にかけたいんだけど。うん？ね、精密ドライバーならあれば治る。何精密ドライバーって。メガネ用の小さいドライバーでなるのかな、わかんない。メガネちゃんとしたメガネかけたことないからわかんない。一緒なのかな、わかんない。バッグから出したらこうなってたんよ。はて、島田さんのオレンジもよく似合ってたね。島田さんを褒めたからって愛理ちゃんと結婚する権利あげられないよ。このためにドライバー買うの？もったいな。だったらそのまま持って帰るわ。アリちゃんせっかく遠征でシオンさんと一緒なのに大抵全然合わなくて笑ってる。マジ？だって。そうか。そんな気がしてたんだな。100均も いけないよ。純粋に感想を言っただけだな。残念。ありがとう。でもいやなんか自分が直接こうやって生で自分が着てるのを見るより映像で見た方がまあちょっとしっくり着てるかなとは思ったけど、そうでもやっぱ着たらちょっとメンタルえぐられた。KBS とファンジェイが嫌がらせのようにお互いの出演時間とかぶってるって。だからファンジェイ出てる時に KBS 行ってて、あ KBS 行ったらファンジェイ行くってことなんじゃない。ああそういう意味か。多分しようと思ったんだけ
ハグしようと思ったと言っておりますよ。ハグしようと思って、そしたら臭いと思うからダメですって断られた。言われたの？いいですって言ったけどダメだ。アイリが臭いからじゃなくて。あ、そうだ。アイリはいいかもしんないけど。他にメガネの人いれば持ってるかもよ。うわ、いないんだよな。野外ライブ行って開放感って気持ち、めっちゃ気持ちよかった今日。今度のオンラインリリースイベントで島田さんの M カード購入するね。ありがとう。ぜひゲットしてください。20日の名古屋はいい感じだからハグできるかもねって言ってる、カッコつきで。今何分経った？これ今日はアイリーいい香りでした。今日はって言われてるよ。もうそろそろ個人ルームに移動しようかな。メイさんにさ会わないんだよね。遠征メンバーでメガネの人でさ、ドライバー持ってる人いるのかな。それかあの遠征に来てくれる人で島田さんのメガネ直してもいいよっていうとてもとても優しい人がいたら直してほしい。しほんさんに気をつけてっていうタイミングがワイもなさそうで焦る。おもろいな。あいちゃん、アイリーメガネかけないよね。いけない。195人ありがとうございます。これから金曜日公式ルーム配信担当になりました島田玲奈です。ぜひあの毎週金曜日お相手してください。公式ルームで何だっけ、このあと個人ルームで配信するんで個人ルームも来てね、お待ちしております。ハリーは島田さんについていくって言ってたんで伝えておきますね。ハリー細かいけど大丈夫って言っといてね。じ超ちっちゃい、超ちっちゃい。しょうちゃんメガネかけないよ。ポチさんこんばんは。今日もありがとうございました。ではまた明日。あ、明日は違う、間違った。個人ルームで会いましょう。個人ルームへ用意ドン。バイバイ。個人ルームでもお話ししようね。